はいどうも、世界一ストイックな怠け者、テッケテッケです。はい、ということで明日はメンティビになりますので、まずは今日最終日のガチャだったりイベントがあるので、やり忘れがないか一緒に見ていきましょう。さあ、まずは MR アバターダッキちゃんガチャ、本日最終日になりますが、まあちょっとダッキちゃんに関してはナイスな MR アバカ迎えてくれて、かなり悩んでる人も多いかなと思いますが、やっぱりなんといっても蓄力、はい、こちらが攻撃力パス 80% になったことで、まあ小王の蓄力より上位互換になっているというところがとても大きく、でその代わりネックなポイントとしてはスキル2で小王みたいに罪悪風波をばらまくことができないということで、まあ合計火力小王と比べてどうなのっていうようなところですね、気にされてる方も多いと思いますが、特に戦役やボス戦なんかでの合計火力に関しては、私のチャンネルの方で最近の動画を見てもらえればがっつり検証してるやつがありますので、はい、でまあ結果としては大体同じぐらいとなっているので、まあむしろダキちゃんの方がスキル1の蓄力打ち終わったらもう退場していいので、その退場した枠に風波キャラクターだったり奮起キャラクター、まあ戦役なんかだと罪悪破壊キャラクターなんかを出していけば、まあ小より高いダメージをパーティー全体で出すことができるというような形が作れるんで、ポテンシャルで言うと正直ダキちゃんの方が上かなと思ってます、戦役ボスにおいて。はい、ただ一つ注意が必要なのは、これも動画にしてますが、バチョウちゃんですね、 MR アバターバチョウちゃん、196ステージ以降のボス突破において今最強のキャラクターであるバチョウちゃんを登用した方、または将来登用する予定の方に関しては、バチョウちゃんのボス突破においてめちゃくちゃ重要なスプラッシュループにおいて小王の風波がめちゃくちゃ重要な役割があるので、将来的に196ステージ以降のボス突破も考えている方は小王の方がおすすめですね。アダッキでも全然できるっちゃできるんですが、小王の方が楽です、196ステージ以降は。でコスパに関しては、登用するまでは小王の方が、まあ、絆の水引きなんかを毎日150元本のやつをちょびだめしてれば安いし、で逆にダッキの方は投与した後ですね、1覚醒で MP レベカキ400得ることができるんで、まあ、速攻で影子を強いやつを作ることができて、でなおかつ小王みたいにスキル2まで生存させる必要がないんで、まあ、影子だけ作ってそれ以降あんまり育てなくていいということで、育成コストはダッキの方が極端に低いという風になってるんで、まあ、ここもプレイヤーさんによっては、まあ、特に無備課金の方ほど覚醒弾とか訓練書なんかはたくさん余るんで、いや別に7覚醒まで全然余裕で持ってけますっていうようなプレイヤーさんにとっては、このダッキの育成コストの安さなんかは魅力に感じないかもしれませんが、まあ、美課金より少し課金してる方なんかで副賞投与ペースが早めの方なんかは特に覚醒弾なんかが足りなくなってくると思うので、まあそういう際にダッキの方が育成コストが安く扱いやすいかなと。はい、まあでも投与コストに関しても、まあ UR ダッキはラッキスタで奥義が優秀なんで、 MR のダッキ取るか取らないか関係なくみんな取るとして、この UR 戦のダッキなんかを椿翡翠ですねなんかでぼちぼち貯めていけば、まあ例えば、まあ、こんな感じで12個とか持ってるだけでも60絆分ダッキちゃんの絆ゲットできるんで、まあ、そうすると二次ダッキ60絆で取れて、でなおかつ MR アバターのダッキは120絆で OK ですんで、意外とガチャのコストにおいても椿翡翠無料で今まあまあな頻度で配られてるんで、まあ、これ利用すれば差はあんまりないのかなというところで、トータルコストも下手したらダッキちゃんの方が、まあ、人によってはですが安くなるというところで、戦役ボスなんかは意外と無備課金の方でも私的にはダッキちゃんおすすめできちゃうなという結論に今至ってますね。であとそのまま対人戦でも蓄力キャラクター使いたいっていう人も、まあ小王の方が対人戦においてはやっぱりスキル2がセゴバフ3枚剥がし、とても立ち回りとしては器用なんで、まあ対人戦は小王に少し軍配が上がるかなって感じですね。味方にがっつり影光と蓄力ばらまけるところも小王が勝ってるので、対人は小王が上かなと思います。まあダッキはダッキで主力1体の攻撃力だったり反射耐性だったり状態上耐性をがっつり上げれるんで、使ってる主力が反射に弱い主力を使ってる方、まあ風魔のホタちゃんとか、まあそういった方にはむしろダッキの方がおすすめですね。まあ無備課金だとスキル2まで小王にしてもダッキにしても、どっちにしろ対人戦だと生存させるの難しいんで、まあ、スキル1だけ見た場合には反射に弱い副将ちゃんを利用してる場合にはダッキ、まあ特に今クレオパトラなんかが出てきて流血ばらまきまくってくるんで、状態状態性なるべく高い方が安心なんですよね。でその上で強い影子を味方につけてくれるダッキの方が、まあ、反射には自分の主力を強くできるんで、はい、スキル1だけ見たらダッキちゃんも全然ありかなっていうことで、まあ将を選んでもダッキ選んでも大失敗には絶対ならないというような感じですね。バチョウちゃん投与予定の人だけは将、まあそれ以外の人はやや将の方がおすすめですが、お好みでって感じですかね。はい、あと当然ですが、もうすでに純 MR の賞を持ってる方は MR ダッキはスルーで OK ですので、はい、ランゼロファーストシーズンのサーバーの方も私賞を持ってるんでスルーします。はい、あと UR アバター戦天一ちゃんガチャも本日最終日になりますが、まあ、天一ちゃん MR アバ待ちということで、はい、こちらもスルーですね。まあ、このめちゃくちゃ分厚い放置少女コミックス早いところ販売されることを願ってます。あと最近気づいたんですけど、これ何ですか、この緑のやつなんかこっち見てません？ずっと食べ物かと思ってたんですけど、見れば見るほど生き物に見えるんですよね。なんかこいつの周りだけピカピカしてるし、個人的にはこの天意ちゃんのこのクマの中身がこっちに来てるんじゃないかなと疑ってます。最終日怖いんでスルーしましょう。はい、あと今日まででスペシャル交換のこの椿翡翠の交換ですね、一旦終わりになりますんで、まあおそらくまた明日椿翡翠3つ販売補充されると思いますが、今回3個とメンテ明け3個で合計6個椿翡翠集められると思うので、これ必ずゲットしておくようにしましょう。まあ、ただ私のランゼロセカンドシーズンのサーバーのように始めたてのサーバーの
のプレイヤーさんに関してはまだほとんどどの副将も絆集まっていない状態ですので、まあ、この場合には無理して取らなくてもいいかなと思います。おそらくある程度定期的に来てくれるんじゃないかなってことで、まあ、そんなに焦らなくてもいいですが、まあ、それで言うと逆に SSR の方が、まあ、百花美人の新章交換での交換もできるし、まあ、将来的にはここの枠銀貨集めの場所になっちゃうんで、まあ、奥義は欲しいですが、まあ、よっぽど優秀な奥義やスキルに絡んでる副将ちゃんがいる場合には別ですが、まあ、そうでなければ椿翡翠行っちゃってもいい気がしますね。ちょっとちなみに今月に関しては、はい、奥義的には優秀なキャラクター炎術だったり宗神だったり仏いたりしますが、まあ、超絶優秀ってわけでもないので、宗神や炎術なんかは全然百花美人この1年1回も顔出してないキャラクターなんで取っておいた方がいいですが、まあ、宝徳なんかはおそらく総選挙の SSR 箱に来年も顔出してくれたりすると思うんで、最低でも、まあ、来年にはゲットできるかなというところもあったりするので、まあ、送信演術あたりが取れる目処がある方は椿翡翠取っちゃってもいいような気がしますね。私はランゼロセカンドシーズンの方おそらく動物縛りでやると思うので、ラキちゃんだったりコキビちゃんですね、登用する流れになると思うので椿翡翠取っておこうと思います。はい、あと少女の出会いガチャ、はい、こちらの遊園地スタンプ期間も本日までとなっていますので、はい、こちら混沌素材早めに集めている方は今日最終日ガチャ回しておきましょう。この遊園地スタンプ期間中のお得なガチャの回し方についてはこの動画の概要欄にリンク貼ってますので、そちら参考にしてみてください。はい、あと鍛造工房も本日最終日になりますが、今回は3回分無料枠分引いた後、明日日付が変わってから朝10時までの間に1回ログインしてもう1回無料枠分引けば完全に無料で鍛造石2個段階報酬でゲットできますので、明日必ず朝10時までにログインして鍛造石ゲットしておきましょう。はい、神髄工房の方は明日もう1回無料枠分引いた後プラス300元宝支払えば神髄聖火2個をゲットできますので、はい、こちらもペース早めに神髄聖火集めている方は必ずログインしてゲットしておきましょう。はい、あと特に他のイベントで今日までのやつはありませんが、はい、この一番下に星の羅針盤ありますので、はい、これちょっと埋もれちゃってるんで忘れちゃう方も多いと思うので、ここの無料枠分忘れずに引いておくようにしましょうね。はい、突然更新情報を見ていきましょう。まずは課金イベントということで、はい、今回は特に大きなものはありませんね。アデベニ翡翠交換のところに、はい、椿翡翠3個また明日から4日間ですね実装されますんで、これは必ずゲットしておきましょう。さあ、そして一応遺跡、はい、一応遺跡いきますね。はい、そして月落ちあやめということで、はい、こちら衆岐阜ですね。はい、衆岐阜の中でも月落ちあやめに関しては480円で毎日200元宝と千両育成炭5個、あやめの箱1個が7日間もらえるということで、まあ、特にこのあやめの箱の中にあるラッキースター券ですねなんかは、まあ、160円の衆岐阜にはちょっと負けますが、まあ、ナンバー2の課金効率の良さということで、まあ、ここからラッキースター券集めるのもおすすめですし、まあ、千両育成炭なんかに関しても、まあ、このゲーム内で一番課金する中では安く課金効率よく集められるものになっていますので、ラキスタ剣や千両育成炭あたりがおすすめですね。覚醒炭も軍令並みにお得になってますんで、まあ、ここもありですね。はい、そして一心不乱、ちょっと待って、純 MR、 いやマジかいや、このペースの純 MR は死ねますね、検証側としては。はい、まさかのクレオパトラがガチャに実装されたその次すぐ追っかけでもう一体純 MR 来ました。どこで検証しよう。あ、もうあれなんですかね、2月もそうでしたが、月始めに用陣営のキャラとそれ以外の陣営から1体出すみたいなルーティンになるんですかね。いや、これはちょっといよいよ検証に難が出てきそうですね。ナムヤワタ大菩薩、どうかこの矢を外したもうな。夏夜市は的の向こうにあるあなたの信頼に狙いを定めていますと。ちょっと見ていきますか。いや、この気の強そうな感じですね。いや、果たしてこれがどこまで強くなるのか。まあ、でも先月 K が出てきてからの完備っていう流れで、まあ、K の方がだいぶ性能としては強かったんで、まあ、ヨイチちゃんもちょっと今回のクレオパトラに負けるような形になるんですかね。まあ、間違いなく弓将ではありますね。なんで武将には負けやすい性能ということで、まあ、どうなっていくのか。はい、ちなみにそういえば今回新しいセゴバフとか見てませんでしたが、特に来てませんよね。うん、惑星で止まってますね。なんで、まあ、今あるセゴバフだったり特殊状態でやりくりするような副将ちゃんになるんですかね。いや、そうなるとその中で最大限強くなろうと思ったら弓将なんで聖護残影はつけてくるかなと思いますが、まあ、ケイちゃんが聖護残影は剥がれないやつつけてきたんで、まあ、そのネタはもうやらないとして、ほんとそろそろスキル1白バフ減らし連撃キャラクター出てきてもいい気しますね。まあ、あと弓将としてはやっぱり防止に強いというじゃんけん要素を入れてくるのであれば、まあ、馬長ちゃんみたいなスプラッシュ系の動きで利子の攻撃をすり抜けるようなノーマル連撃なのに火力がめちゃくちゃ強いみたいなスキル狙ってくるかなっていう感じですかね。ちょっと背中にね、絆の水引きっぽいのがついてるんで、どうか水引きの配布をお願いします運営さん。あと、まあ、クレオパトラちゃんに比べたらもう画面に映せる衣装ってことで、もうそこはね、とりあえず今の時点で私と YouTube さん的には押せるとこですが、これよくよく見てみたらこの服晒しつけてるからまだいいものの、本来この服というか装備というかだいぶな放り出しスタイルですね。片方しかカバーしてませんからね、これだけじゃカバーしきれてませんからね。なぜこの服を選んだのか余一ちゃんに問いただしたいですが、あーというか左利きなんですね。右手で弓持って左手で矢を取ろうとしてるんで、なんで右半身が敵の方向に向くんで、右側にだけこの空中浮遊してる片当てだったり胸部の装甲があるんですね。あ、なるほど、こっち側守らなくていいってことですね。いや、そういう問題じゃないんだ
やるに越したことはないんだよ。はい、ということで今回のテケテケスキル予想としては、スキル1で7連撃以上で白バフ減らしをするキャラクターになると予想したいと思います。いやちょっとこれ毎月やばいことになりそうですね。純 MR の検証、はい、頑張っていきますので、テケテケ明日もう一回純 MR の検証頑張れってことで、グッドボタン押してもらえると元気が出るかもしれません。あと YouTube メンバーシップもやってますので、テケテケのよりマニアックな情報を知りたい方はこの動画の概要欄にある URL から YouTube メンバーシップの動画の方も覗きに来てくださいね。はい、それでは。押す。